創造の法、大川隆法。第五章、新文明の潮流は止まらない。6、日本に新文明を起こし、世界に広げよう。正義とは何かを考え、知恵と勇気で実行せよ。結局、私が述べたいことは、大きな歴史の流れから見て、あるいは今天上界から降りている使命から見て、この日本という国がこれから黄金時代を迎えなければ私たちの使命を果たすことはできないということです。日本が簡単に没落したら困るのです。日本は世界に向かってきちんと物を言い、情報を発信して手本とならなくてはいけません。それだけの自信を持つ必要があります。侍精神には悪い面だけではなく、良い面もあります。やはりしっかりと腹を据えて言うべきことは言い、交渉すべきことは交渉し、相手が間違っているものについては間違っているということです。正しいことを貫くためには命をもかけるという覚悟を持つことが大事です。そうであってこそ日本は真っ当な国になれるのです。今いろいろと危機はささやかれていますが、本章の章題の通り、新文明の潮流は止まらないということが私の結論です。今始まっているこの大きな潮流を止めることはできません。何者もこれを止めることはできないのです。大きな大きな流れがこれから始まっていきます。日本から始まる新文明の潮流はアジア圏やアフリカ圏に流れていくと思いますが、意外に早く欧米圏にまで流れていくかもしれません。そういう時期が予想より早く近づいてきています。今アメリカとの関係で日本が置かれている状況は、一度も失敗をしたことがないように見えた人の失敗した姿を見てしまった。強靭な筋肉を持って走っていたオリンピックのマラソン選手のよたよたと歩き始めた姿を見てしまったというような感じでしょうか。日本はこれからはアメリカと対等に話をし、言うべきことは言い、時にはそれ以上のことも言わなければいけないと思います。アメリカとイコールパートナーであると同時に、同盟国として、もし彼らが間違ったことを発言したり、行ったりするならば、それを正してあげるぐらいの勇気が必要だと思います。その程度のことはできるようになりたいものです。今、日本人に欠けているものは、正義とは何かを考え、それを実行する知恵と勇気であると考えます。今後は中国に対しても、言うべきことは言わなくてはならない。先の大戦について、反省することは結構ですが、その結果、一切の正義が日本から失われたと考えるのであれば、それはあまりにも自虐的なものの考え方ではないでしょうか。新しい正しさの基準が今生まれてこようとしています。新しい文明が今起きようとしています。私たちは
この文明を広げようとしているのです。そうであるならば、六十数年続く単なる日本叩きをいつまでも続けさせてはいけません。私の著書である太陽の法、黄金の法、永遠の法、いずれも幸福の科学出版館という三部作は、現在中国語訳が進んでいますが、中国の出版社は黄金の法にはマルクスは地獄に落ちていると書かれているが、その部分は削らせてほしいと言ってきました。自分たちのご本尊が地獄にいるということは、向こうとしては困るわけです。中国の人々は、本音ではマルクス主義をもう信じてはいないのですが、建前上はまだマルクスが教祖であり、マルクス主義は国が寄って立つ基盤なのです。中国13億人にとっての根本教祖であるマルクスが地獄に落ちているとなると、国家の体制が崩れてしまうので、地獄に落ちていることは隠しておきたいのです。ただ、いつまでも真実を隠しておくことはできないでしょう。国家のスタート点が正しいか間違っているかというのは大事なことであり、やはり言うべきことは言わなければいけないと考えます。今、新しい繁栄が来ています。必ず未来は開けます。マスコミは幸福の科学のことをナショナリズムの一角のように言ったり、軍艦マーチなどを流しながら外戦車を走らせている右翼団体と同じように扱ったりするかもしれません。しかし内容が全然違います。視野や視点も全く違うのです。私たちは未来に責任を持つものとして発言をしています。そのことをどうか知っていただきたいと思います。